レンフェ102系は、レンフェの高速鉄道、アベニュー用の動力集中方式車両である。タルゴ車とボンバルディアトランスポーテーションの共同体で、合計16編成が製造された。リーフでは2004年に発注を行い、2008年8月から2010年12月までに、30編成以上が製造される予定である。 動力車部分は、ボンバルディアトランスポーテーションが、客車部分は、タルゴ車がそれぞれ製造を担当している。編成は、両端2両の動力車と、中間12両のタルゴセブン客車で組成される。客車は2等車6両、カフェテリア車1両、中間クラスのプリフェレンテ3両、最上級クラスのクルブ2両で構成され、定員は316人である。 三クラスとも座席の前後間隔は1メートルとなっている。クルブクラスには会議室も設けられている。客室内の設備として VTR やオーディオ装置がそれぞれの座席や車両に備えられ GPS を元にした旅客案内装置も設置されている。床面の高さは760ミ、mm、リメートルであり、タルゴ客車の低重心がそのまま生かされている。 両端の動力車のデザインはアヒルに形容されており空気力学的な改善をもたらしている。特にオーフルの影響やトンネル引き圧波を軽減する効果がある。トンネルが多い高速新線区間で運用されるため機密構造にもなっている。動力車の車外両側にはプラットフォーム確認用のビデオカメラが設置されており映像は分割して運転台に表示される。制御システムは イベット素子による VVVF インバータ制御が動力車1両に4機搭載され、素子の冷却は水冷式による。動力車1両の定格出力は4 0 0 0ット、最大制動時の出力は4 2 0 0ットである。軸重は17トンである。2006年6月にスペインでの鉄道最高速度の記録時速3 6 5キロメートルを樹立した。 設計最高速度は時速 350km となっているが、営業運転開始時は軌道や信号設備の関係で時速 200km であった。その後時速 300km に引き上げられた。ありがとうございます。